どうも皆さんこんにちは、イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。レトロなミニ四駆番外編第48弾はこちら、 LS スーパー四駆マンデルベルス。なんか絵の見た目ではちっこい感じしますけど、本当に32分の1なんでしょうか。新設計、超軽量、シャーシで速いぞ。ゼルベルス、ドイツ語で恐ろしい万人という意味です。ケルベロスじゃないんやね。ゼルベルスがそういう意味なんやね。こんななんかペターンとしてるので本当に電池3本入るんでしょうかね。あ、2本やね。だいたい4クマンって3本なんやけど。はい、こちらがね、いつも作ってる LS4 クマンの車体なんですけど、はい、だいたいですね、この LS4 クマンにはこういう電池3本入れるところがあって、ここにですね、3本目のところにこう疑似電池を入れるわけですよ。で、2本で走りたいときはこの疑似電池入りで走らせると。で、3本のときは普通に3本入れるんですけど、これなさそうやね。あーねえな。なこのポリゴン感は。スターフォックスみたいな。よし、パーツを外していきます。はい、パーツは全て取り終えました。かなり軽いですね、シャーシが。もうなんやろ、小指一本で持てるぐらいの軽さですね。まあ大体小指で何でも持てるけどね。全然いい例えが思いつかない。で、これタイヤ出たよ。このツルツルテンのピカピカのアホなら。これ固めのね、ペラペラなゴムですよ。これ遅いんよね、このタイヤ。ホイールはね、結構なんか好きですけど、デザインが。よし、じゃあまあとりあえずシールから貼っていきましょうか。目印がないからね、非常に貼りにくいのよね。よくよく考えたらウイングがないね。あ、これがもうウイングか。おし、完成。どうでしょう、なんか結構いい感じじゃない？4クマンのシールにしては。だってこれだぜ、脳みそだぜ。これに比べたらもう全然ええわ。なんかシンプルでスタイリッシュや。なんでこれ、久しぶりに見たけど。もう名前さえ忘れた、これ。よし、早速写真行きたいと思います。なんで2つあんの？え？ラッキー、これなんよね。ベアリングがなんかこうなんよね。なんでこんなことするんやろ。ここに、あ、飛んだ。いや、もう入れといてくれよ、これ。これを切り離す意味はどこにあるんや。あ、ほら、もう中めちゃくちゃになりゃー。で、モーターで、はい、完成いたしました。 LS4 クマンゼルベルスでございます。なんかね、見た目は結構速そうですね。これかなり低重心なボディとなっておりますが、なんかね、持った感じ電池入れてもかなり軽いです。
もう穴開きまくっとるからね。ただ合成に関してはかなり不安がありますね。ちょっと触っただけでもペランってなるから、これはあれやね、モーター速いの積んだらコーナーで上向くね、これローラーが。ってことはコースアウトする可能性大です。なんか今までの4クマンとはまたちょっと違うようなね、そんな感じもします。ちょっと期待できるんじゃないですか。ちょっと不安なんがね、ここが結構遊びがあまりにもありすぎるっていうね、このホイールのシャフトのところが。さあ、じゃあとりあえず一回ノーマルで走らせてみて、で、まあスポンジタイヤとかねやってみましょうか。コースアウトするまで、ちょっとコースアウトするまでっていう言い方もおかしいですけどね。それではレッツスタート。はい、1回目の走行が終わりまして、なんと6秒17という結果になりました。早いじゃないか。今までの4クマンより早いんじゃない？じゃあね、次はタイヤをこのバレルタイヤっていうんでしょうかね、これに変えて何いくつ縮まるかやってみます。はい、装着しました。なんか先ほどよりかっこいい感じになっております。さあ、これで一体何秒になるでしょうか。早速走らせてみます。ということで 5.82 秒ビャッビャッビャでした。変わるもんやね、これ初めて使ったけど。そうかそうか。じゃあそれでは次はこちらです。てってれー。はい、イッコロのレトロな趣味部屋でおなじみテクニ四駆のクラッチホイールですね。さあ、これを装着して一体どれだけ縮まるかやってみましょう。られました。いいね、くるくる回る感じがいいですね。よし、じゃあいきます。はい、 5.60 秒でございました。だんだんと速くなってきますね。次はですね、もうめんどくさいのでいきなりモーターを変えちゃいます。じゃあまあとりあえずこちらのハイパーダッシュ3からいきましょうか。私の検証した中ではマッハダッシュが一番速かったんですが、マッハダッシュがどっか行った。はい、装着しました。このノーマルモーターも結構いいけどね。これはね、いっちゃうね、これ。コースアウト。なんか、コーナーではコースアウトしないんですが、あのくねくねのとこね、あくねくねのとこで弾かれちゃうね。あのくねくねってどうすんの。ガッポーンって当たって、そういえばあんなところ攻略しようと思ったこともなかったしな。ね、よし、いけんじゃね、これ。ちょっとメーカーバラバラやけど、ちょっとこれで一回やってみます。
はい、ということで結果は 5.33 秒でした。もうね、もう完走できなかったためスラフトマシマシでいったらなんか遅くなったこれ角度つけすぎやろこれもう下方向下方向に進んでる感じ。はい、ということでした。いやー疲れた。それではさよなら。